スーパー戦隊シリーズ、列車戦隊特急ジャー。列車戦隊特急ジャーは、2014年2月16日から2015年2月15日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜7時30分8時に、全47話が放送された、東映制作の特撮テレビドラマのタイトル、および作中で、主人公たちが変身するヒーローの名称。略称は、TQG。キャッチコピーは、 勝利のイマジネーション。本作品では、列車や鉄道をモチーフとしており、スーツやマスクに線路や路線図が描かれているほか、キーアイテムが、鉄道模型や乗車カードなど、随所にモチーフに関係する特徴が取り入れられている。また、同じく鉄道をモチーフとしていた仮面ライダー電王との差別化として、駅の存在も強調されており、メンバーが列車で旅をしながら、 事件に行き当たるロードムービー的要素も取り入れられている。メカをモチーフとすることは、恐竜をモチーフとしていた、前作、充電戦隊、恐竜ジャーとの差別化を意図しており、その中でも過去になかったものとして、鉄道が選択された。過去に自身が担当した戦隊の、侍、海賊といったコンセプトとは異なり、それ自体が職業というわけではない。 列車というコンセプトをわかりやすく見せたいという、プロデューサーの宇都宮高明の発案により、本作品では、それぞれのメンバーの色が固定されておらず、他のメンバーと変身アイテムを交換する、乗り換えチェンジによって、色と姿が変化するという要素が盛り込まれている。その都合上ヒーロー名には、色が入らず、共通して、特急号と呼称されている。乗り換えチェンジの描写では、 乗り換える理由付けを行うことよりも、乗りや勢いが重視された。デザイン全般においても、列車であることを分かりやすくするため、四角いデザインとすることが強調された。ストーリー面では、物語開始時から、メンバーの過去や秘密が隠されており、ストーリーの進行に合わせて徐々に秘密が明かされていく。その一方で、敵側のドラマも重視されており、メインライターの小林康子は、 テレビシリーズ執筆終了後のインタビューで戦いがメインの戦隊ではないと総括している。第3駅より本編中に CM を2回挟む形での三部構成が導入され、以降宇宙戦隊9レンジャー期間中の放送枠移動まで、回によって従来の前後半構成と三部構成とが使い分けられるようになった。本作品が 親子で鉄道について考える良い機会を作っているという理由から2014年10月には鉄道の非実行委員会選定による第13回日本鉄道賞の鉄道ヒーローで親子が鉄道をもっと好きになる特別賞を受賞これを受けて同19日放送分のみんなの列車コーナーも特別賞受賞の報告に充てられた当初は2015年2月8日に 放送終了予定だったが、都合により1週間繰り下げて、同年2月15日に放送終了となった。本作品では、前後の作品とは異なり、パワーレンジャーとしての、英語版動画ライズか話されていない。本作品では年間のガング連動アイテムとして、鉄道模型型のアイテム特急列車が登場する。このアイテムはなりきり、ガングだけでなく戦隊ロボのパーツとしての役割も、 備えており、合体に用いるジョイントや変形機構が配されたもののほか、主に食玩やカプセルトイでのラインナップ用に、これらの機構が省略された簡易版もある。また、特急列車は2014年3月より、稼働開始のバンダイの新型自販機、ガシャポン間の第一弾商品としても、ラインナップされている。変形機構の有無を問わず、特急チェンジャーに装備可能なものは、 特急列車のロゴが入っている。また、特急列車は、小学館、高段車の各掲載詞でも、付録として付属している。また、ソフビ人形では、敵側のシャドーラインからも、シュバルツ将軍とクローズ兵が発売された。一方で、高年齢層向けには、戦隊シリーズとしては12年ぶりとなる、超合金モデル、特急王を、さらに、敵側ロボ商品となる、 シュバルツ専用、クライナーロボを、それぞれプレミアム版大限定で販売した。売り上げは当初は、前年の充電戦隊恐竜ジャーを上回っていたが、通期実績は113億円と、同作品を下回った。西暦2014年、指定から現れた悪の帝国シャドーラインが世界を暗黒に包もうと猛威を振るい始めた。シャドーラインは、拠点となるステーションを増やすため、 様々な場所で悪事を働き、闇の路線を増やそうとする。ある日、大勢の子供が、シャドーラインの巨大車両クライナーに拉致された。ところがその子供たちの中に一人の青年ライトが、混じっていた。そこへ、シャドーラインのタイとなる線路レインボーラインを通る、巨大車両列車が現れ、クライナーと激突。クライナーと列車が停車すると、列車レッド列車から、 特急ジャーと名乗る4人の戦士が降りてきた。シャドーラインの怪人と戦う特急ジャーだが、乱入したライトが無謀にもシャドー怪人に立ち向かい、帰り討ちに会う。ライトが目覚めるとそこにいたのはそれぞれトカッチ、ミオ、ヒカリ、カグラと名乗る4人の若者。彼らこそ特急ジャーの正体であり、ライトの幼馴染だった。しかし、ライトを含めた5人は幼馴染であったこと以外の、 記憶を失っていた。そして5人は、レッド列車の車掌の口から、高い想像力イマジネーションを持つ者として認められ、シャドーラインを迎え撃つ戦士、特急ジャーに選ばれたことを知る。イマジネーションの力で戦う、スーパー戦隊。戦士としての形態名は、特急号。また、初期メンバー5人の名前は実在の列車や鉄道に、ちなんだものになっており、 変身後もそれぞれ変身前の名で呼び合っている。リーダーは明確に定められておらず、その時の状況に応じて必要なメンバーがチームを引っ張っていくというスタンスが取られている。戦隊のマークは TQG の字を図案化したもの。名乗りの向上は勝利のイマジネーション。列車戦隊特急じゃん。個々の名乗りはメンバー自らによるものではなく、 列車の車内放送のようにアナウンスが2回繰り返される形となっている。名乗りの最後の決めーズは、チューチュートレインダンスをモチーフとしている。初期メンバーの5人はどこかの丘に作った秘密基地で一緒に遊んでいた幼馴染だが、互いの関係やニックネーム、相手の性格を除いて特急ジャーになる直前までの記憶が欠落しており、チケットからは、すでに死んでいるも、同然と言われている。 五人は自分たちが、シャドーラインに支配された街であるスバルが、浜の生き残りだからではないかと推測しているが、それについて車掌は五人が、それぞれが持つ強いイマジネーションによって闇から、弾き出され、ライトは暗いなぁ、それ以外の四人は、レッドレッシャーの車内に迷い込んだと答えている。この経緯からライトは四人よりも後に、特急ジャーに、メンバー入りしている。また、 闇の皇帝 Z は5人が一度闇に飲まれたと乾杯するような発言をしている。第32駅でライトたち初期メンバー5人の正体が総裁の力により肉体を成人化させられた子供であることや成人化した際のショックで記憶の大半を失ったことが判明する。人年齢は5人とも10歳。それ以降は本名も含めてすべての記憶を取り戻している。 戦いの中で精神的にも大人に近づいたため今の状態が続けば肉体も精神も子供に戻れなくなる危険性が生じるが第45駅でライト以外の4人はレインボーパスをワゴンに焼却処分されたことで特急ジャーの記憶を消される代わりに子供に戻り家族と再会するだが徐々に違和感を感じ始め 民が秘密基地に貼ったライトと一緒に写った写真を見た4人は特急ジャーだったことを思い出し、再び大人に戻り、Z に破れ絶望しかけたライトの元に集結する。終着駅で Z を倒した後はライトたちは二度と子供に戻れないなら家族と別れる決意をするが、大人の姿の5人を家族が強いイマジネーションで受け入れることで子供の姿に戻り、明ラたちと別れた。 後日談にあたる、ニンニンジャー VS 特急ジャーでは、レインボーラインからの要請で、闇博士マーブロを倒すため一時的に大人の姿になっている。メンバー内でのイマジネーションの強さは、ライトカグラとかっち光ミオの順となっている。特急ジャーがハイパーレッシャーの力で超強化武装した姿。ライトの自分が列車そのものになるというイマジネーションを、 ハイパーレッシャーに込めて誕生したため、基本形態の上半身に黄金の蒸気機関車型のハイパー特急アーマーが重なり装着する形となっている。ハイパーレッシャーが一つしかないため一度に使用できるのは一人だが、レッシャー使用者の隣に他の特急ジャーがいると使用者とアーマーで連結し、身動きが取りづらくなるが、両者ともにハイパーレッシャーのパワーを発揮可能となる。 列車並みの戦闘力を発揮でき、Z の闇と拮抗するほどの光を放つことが可能。また、シャドウタウン内でも変身を長く持続可能であり、特急ブラスターと各携帯固有武器の他に専用武器大回転キャノンを召喚する能力も備わっている。レインボーラインを走る特急ジャー専用の巨大車両、イマジネーションエネルギーを動力源とする特急列車とも呼ばれる。 ライトたちの乗る特急を構成の戦闘用列車は通常レッド、ブルー、イエロー、グリーン、ピンクの順に連結した状態で走行している。特急チェンジャーで呼び出されたそれぞれの列車はコントロール権を一時的に移常された特急ジャー5人によって運転され特急王への合体や戦闘を行う状況に応じてサポート用列車を召喚しその力を借りることができる。 また、それぞれの列車は任意に連結して走行することも可能。空中であっても線路を前方に出現させて走行することが可能。第8駅では特急王に合体せず爆弾車道の周囲をディーゼル列車を含む6編成で取り囲んでの一斉射撃。終着駅ではハイパー列車以外の13編成で連結しての特攻で勝利している。 サポート列車のうちディーゼル王になる三編成は、第九駅以降、ディーゼルタンクカーキャリアの順に連結した状態で、登場している。操縦席の台座は、変身用列車で呼び出す列車は、それぞれの先頭車両の形状を模したもの、サポート列車は共通の形状に、列車名のアルファベットが刻まれたものになっている。特急および超特急王合体時は、 操縦席の台座ごと集合コックピットに移動する。集合コックピット背面に設置された LED 式電光掲示板の字幕は状況に応じて変化する。確列車の車体側面には形式番号と思われるアルファベットと数字が表記されている。シャドーラインの進行によってシールドとカーキャリア以外の多くのサポート列車がレインボーラインから外れて行方不明となっており、 それらを捜索することも特急ジャーの目的の一つとなっている。第31駅では、前列車が清掃のために使えず、民の運転するバスによる振り替え輸送を行っている。終着駅では、子供の姿に戻った初期メンバー5人に見送られながら、アキラ、車掌、チケット、ワゴン、総裁とともに、スバルケ浜を出発し、去っていく。特急を始発駅から登場。 5編成の戦闘用列車が列車合体した巨大列車ロボ。操縦は五人のイマジネーションによって思い通りとなる。電光案内板がコックピットにある。武器は十二も変形する踏切剣で特急王パンチや特急王キックを得意技とする。また、非常ボタンを押すことで一時的な合体解除も可能。必殺技はレール上を走行し、 すれ違い様に敵を切り裂く踏切剣でツシャスラッシュと重形体の踏切剣からエネルギー弾を連続発射する踏切特急ショット。第22駅ではシュバルツが乗っ取り特急ジャーたちを翻弄した。劇場版ギャラクシーライン SOS ではイマジネーションエネルギーが切れた上に1号がサファリガオーに乗り移ったため6号がレッドレッシャーの操縦席に座って イマジネーションエネルギーを回復させた。第3駅では、レッドレッシャー部分を変形させて、チェーンシャドウの缶桶から脱出した。ディーゼルを第9駅から登場。サポート列車3編成が、列車合体した巨大列車ロボ。特急王とは異なり、それぞれの列車のコックピットに乗り、イマジネーションをリンクさせている。巨大タービンとピストン4機で、イマジネーションエネルギーを増幅させている。 武器は持たず持ち前のパワーを生かした肉弾戦を得意とし、右腕で地面を殴りつけて衝撃波を飛ばすディーゼルをインパクトが得意技。右腕先端からビームを放つアームビームも武器とする。第26駅では、戦闘を移転させるためにビルドレッシャーを使用していたため、6号が操縦した。必殺技は上空へ跳躍し、高速で切りもみ回転しながら、 ドロップキックを放つディーゼルオースピンキック。ビルド大王第19駅から登場。ビルド列車6両が単独で、列車合体した巨大列車ロボ。劇中では2階建て形態のまま変形することが多い。接近戦を得意とし、右腕のバケットを展開して攻撃する。武器は、両肩のショルダービーム。必殺技は、右腕の巨大なショベルを展開して木を粉砕するビル。 土台をバケットブレイク。第44駅では空中からハイパーフライングローリングバケットブレイクという技を披露し、城の万人ポーンを倒した。ウイジンでは初期メンバーも乗り込み、6号の指示のもと操作をサポートした。ハイパーレッシャー帝王第32駅から登場。ハイパーレッシャ車が単独でハイパーレッシャ車変形した巨大列車ロボ。起き上がった大型車両に、 分離した小型車両が頭部として合体する。基本的にハイパートッキュージャーが操縦する。他の列車ロボとは異なり、列車武装は行わない。走行はイマジネーションエネルギーをまとっており、闇の力を無力化する。指先のハンドランチャーからビーム弾を発射するほか、第34駅で2号が操縦した際はエネルギーをまとった右手からトカッチパンチを繰り出した。必殺技は、 指先と胸からビームを一斉発射するハイパー列車帝王ジャイアントフラッシュ。スペック数値は時のない限りテレビ朝日公式サイトに基づく。ターミナル駅を兼ねる大きいキャッスルターミナルを拠点として影に潜む悪の帝国。シャドーラインとは彼らが拡張させようとする闇の路線も意味する。新しい闇駅を設けたり既存のレインボーラインの駅を乗っ取り。 駅名を変えたりすることで周辺の街を支配し、シャドウ怪人により、人々の負の感情を集めて、街一体を闇に染めることで勢力を拡大している。支配下に置かれて、闇に染まった街の住人は、闇の感情に支配され、死んだも同然な亡者になるとされる。また、闇が十分に満ちた街は、シャドウタウンとして、完全に、シャドウラインの支配下に落ち、消えたも同然となるため、 地図はもちろん人々の記憶にも残らなくなる。最終的には闇の路線を拡大させ、地上を制圧し闇の支配する自分たちの住みやすい世界を作り出そうと目論んでいるが、各幹部それぞれの思惑は異なり、しばしば対立している。それぞれ単独で特急ジャーを一周するほど戦闘力は非常に高い。特急ジャーに関する情報は組織全体には浸透しておらず、 乗り換え変身や、変身前を知らない怪人も存在する。フリッターを除く幹部は各国におけるとある、色の名前がその名の由来。メインライターの小林康子は、シャドーライン側のドラマ描写も行うことから、幹部は巨大化しないと設定しており、代わりとして、専用のクライナーロボもしくは超クライナーロボを操縦することで巨大戦を行う。列車戦隊。 特急ジャー VS 恐竜ジャーザムービーでは、恐竜ジャーの技や武器は、シャドウ怪人には通用しないが、列車の力を使えば通用する。一方で、同映画内や、手裏剣戦隊、ニンニンジャー VS 特急ジャーでニンニンジャーの技や武器は、通用している。主人公たちの故郷の駅、スバルが、浜駅として、屋外の撮影に使用された伊豆急行線。 伊豆北川駅ライトたち初期メンバー5人の本名のキャストについては10歳児の担当子役を記す。本作品では専属のナレーションは設定されていないが山口勝平によるレインボーライン各種アナウンスがナレーションの役割を担っている。主要なゲストキャラクターの名字は実在の鉄道の駅名から名前を取っている。制作におけるメインメンバーはチーフプロデューサーが 宇都宮高明、メインライターが小林康子、パイロット監督が中澤章二郎と侍戦隊シンケンジャー以来の編成となり、サブプロデューサーは第22駅までは宇都宮と共にシンケンジャーや仮面ライダーウィザードに関わった石川啓第23駅以降は東映アニメーションから移動した若林剛が起用された。小林は過去に鉄道をモチーフとした 仮面ライダー電話を手掛けているが、本作品ではモチーフが決定する前に起用されており、宇都宮は先にモチーフが列車に決まっていたら小林を起用しなかった可能性もあったことを述べている。小林は自身が手掛ける最後のスーパー戦隊になるかもしれないという思いで執筆したと述べている。メイン監督の中澤は仮面ライダー鎧部外務に参加していたが、宇都宮から打診され、 同作品を第8.9話のみで交板し、本作品のパイロットを務めた。中澤は本作品と鎧部の両方を担当していることから、列車戦隊、特急ジャー VS 仮面ライダー、鎧部春休み合体スペシャルの監督も務めた。その後、中澤は自作、手裏剣戦隊ニンニンジャー参加のために交板し、最終話は竹本登が務めた。 劇とも音楽には、歯をかけを特撮作品初起用。キャラクターデザインは、篠原保が主に担当した。篠原は、鎧部も担当していたが、都合により、両作品に参加することとなった。闇の居住のみ、美術担当の森木康氏体が手掛けた。前編通して話しす数表記は、大駅で統一。終着駅を除き、 従来のシリーズで取り入れられていたサブタイトルの読み上げは行われていない。また、終着駅のみ、サブタイトルが縦テロップになっている。闇駅名のリンク先は撮影に使用された駅である。元の駅名は劇中で言及されたもののみ記載する。協力会社となった北総鉄道の車両。ありがとうございます。